本来なら飼い犬になどならない俺たちだけど、キリアスタンプはぜひとも欲しい。ってことで気合い入れて探そうよ。ここまで意見が一致するのも珍しいな。おい、俺だけ抜けるのは寝覚めが悪いからな。部活が始まる時間までは協力すっからよ。1年の可愛い子を連れて行けばいいんでしょ。どういう風に動こうか。それだったら俺に任せてよ。ここで1年が来るのを待つわけだ。で、その子がイケてるようなら俺が声をかける。そのままキャッチして生徒会室に連れていく。シンプルだけど有効な作戦だろ。不可能という点を除いてはね。ノバ作戦なら美形のスバルでしょ。カニは慣れてるだろうけど、スバルだと初めて見た人は怖がる可能性が極めて高い。レオは初対面相手にベラベラ喋る性格じゃない。つまりここは俺に任せておけってこと。任せな。かっこいいとこ見せてやるよ。3万ぐらいあるからせめて4万ぐらいは。おめえ、自分がおげちゃんのくせに好き放題言うな。男なんてそんなもんさ。次のはどうだ。太ももがムチムチしてていいな。でも唇がつぼったいからボツだ。顎がしゃくれてる。じゃああれぐらいにしておくか。君たち、ちょっといいかな。はい。生徒会って興味ない？生徒会長には興味があります。そっか。あのさ、生徒会長が君たちみたいな可愛い子と一緒に仕事したがってるんだ。生徒会に入る気ない？あなたも生徒会の一員なんですか？
そう、サメスガってのシャークって呼んでね。サメだけど君たちを食べたりしないから。食べるっていやらしい意味と違うぜ。なんであいつは青も自爆するかね。それともなんだ、先輩の頼みは聞けないってのか。龍明館は割と縦社会なんだぜ。その…いいじゃないか、なあなあ、親には内緒だぜ。アホかてめえ。するんだお前たち。邪魔すんなよな。あと少しだったのに。どこが弱い。わかったわかった、興奮してたことは認めてやる。なんか俺、女の子を見るとすぐに頭の中でそいつを裸にしてるんだよな。次は真面目に行くさ。よし、単独で行動してるあの子を狙うぜ。彼女、今一人？なにこいつキモい。ダメでした。すっごいねえやつだな、このキモ野郎。お前チビのくせに態度でかいんだよ。だよ、相手にされなくって腹いせに僕の悪口を言おうって言うんだ、最低。白いご飯がお腹いっぱい食べれるよとか、そういう説得方法でいいんだよね。ねえねえ君たち、ちょっといいかな。
話聞いてる？てめえ、それほど美人でもないくせにお高く泊まってるんじゃないぞ。おい、サメスが。うるせえ！俺は女でもグーで殴れるんだぞ。って、乙女さん。制裁！ありがとうございます！俺も仕事のためとはいえちょっとはしゃぎすぎたっていうか、すいませんでした。以後気をつけるようにな。生徒会の問題にもなりかねんのだぞ。怒られちった。うふふ。効率悪いな。悪評も立っちまなんで俺の祈り先生がここにいるの？さりげなく大胆な発言ね。私、フカヒレさんみたいな人は仕事でない限り声もかけたくありませんの。ごめんなさい。こんな状態で始まる愛もあるさ。祈り先生は生徒会執行部の顧問なの。よし、なに？顧問といっても口出しはしませんわ。生徒の自主性を尊重し、すべてをお任せします。いい人見つかったの？まあ初日だしね。ちょっと気が早かったかな。名簿ね。この棚にあるのが資料だから好きに見ていいよ。
元の場所に戻しておいてね。私に返してくれてもいいし。1年生の名簿見て適当に決めようぜ作戦か。それいいな。ちょっと知識ひけらかして悪いけど、縄体をあらわにするっていうじゃない。うわ、ガクガクだね、フカヒレのくせに。おとなしそうで、かつ可愛くて、先輩の命令だったら何でもしてくれそうな名前の子を選ぼうよ。まずは語尾にんーもんとかつけるんだよ。で、何かドジするとえへへとか照れ笑い浮かべてベロッと舌を出すの。あとはさ、そうだな、先輩先輩、ジュース買ってきました。先輩先輩、先輩の仕事全部やっておきました。先輩先輩、一緒に帰りましょう。先輩先輩、って感じ。ステップ4からステップ5の急激な展開が気がかりですわ。いかにも読み切り漫画のストーリーだよな。そりゃこの坊主の脳内では学校の女で具体的なイメージといったらジョーちゃんぐらいしか思いつかなかったからだ。哀れなやつだ。父永さんが言ってますよ。おい、名簿で面白い名前があったぞ。これどうよ。北海道牛子、所属は手芸部。おお、いいね。でっかそうだね。胸なんかきっとホルスタインだぜ。ファミリーは元気があってよろしいですわね。先生、ほっぺにクリームついてますよ。ヨッピー、そういう時は舌で舐めとるように教育したでしょ。
よ。おー、ジーザース、顔までホルスタインだ。スバルの勘は当てにならんってことで。チェ、悪かったな。もうすぐ日が落ちるね。ねえ、どうせ4階にいるんだし、屋上行かない？こっから見える夕日、綺麗だからさ。夕日見てるとギター弾きたくなるんだよな。ま、ちょっとぐらいは構わねえさ。気分屋で通ってるしな。あれ、僕たち以外に誰かいる？ほら。女子だね。おい、何触れてるんだ、カニ。これ、枯れ葉を荒らしてくれた女だ。僕たちと同じ学校だったんだ。1年か？なんか貫禄ね。よし、決めた。あいつを生徒会にスカウトだ。
病気ですか。一年だし美人じゃん。胸大きそうだし。おめえ外見しか見てねえだろ。今神が俺に囁いたんだよ。この子にしろと。あの後ろ姿見てみろよ。なんか寂しいから誰か私を抱いて光線を放ってると思わない？そうか。俺には逆、他人は近づくな光線に見えるんだがな。あんたって俺は彼女にセイロンティーをおごったんだからさ、面識はある。余裕だぜ。400円から始まる恋もあったっていい。よし、お前たちはここで待機。キスまで行っても指を加えて見てるんだぞ。どこをどう計算したらキスまで行くんだよ。自分もとうとう彼女持ちか。おいカニ、帰ってきたら自分の顔携帯で撮影してくれよな。一仕事やり終えた男の顔だからさ。ねえ、ちょっといいかい。計測。78、78、81、83、85。バカな、まだ上昇していくだと。87だと。最近の1年生はなんたる、なんたる発育か。おっと、ダメダメ、平常心だよ新一。俺は2の C のサメスが新一、シャークって呼んでくれ。趣味は天体観測、割と自然好きなんだ。好きな昆虫はコーカサスオオカブト。あの威風堂々とした角に何か親近感。あのさ、君生徒会って興味ある？ありません。生徒会では明日の学校を担うフレッシュな人材を募集しているんだ。カリスマ生徒会長キリア・エリカの下で頑張ってみる気はない？ありません。でもほら、生徒会の名簿を見たけど部活無所属なんでしょ。青春を有意義に使う意味でも生徒会どうかな。仕事内容は簡単だよ、難しく考えないでいい。消えてください。
興味ないです。俺と付き合ってみればいいじゃない。新たな世界が生まれるかもしれないじゃない。俺についてこい。テンパって前後不覚になってるな。気持ち悪い。キモ。ちょっと待って、俺のどこが気持ち悪いんだよ。しつこい。潰すぞ。写真撮ってんだよ、このメス豚が。んだよ、そっちが撮れっつったんだろ。スバル、スバル、あいつ閉めてくれよ。落ち着け。おやおや、精神的に参っちゃいましたか、このゴミは。使えないクズだよね。ちょっと僕行ってくるよ。女いらねえよ。フカヒレはカスだけど一応2年だよ。目上の者に対するハウトゥーを語ってあげるのさ。平たく言えば焼き入れかな。Thank you.